こんにちは、ケケの字チャンネルへようこそ。このチャンネルでは僕が作ったオリジナルのレゴ作品を紹介していきます。今日の作品はこちら、717-13組み替えロボット。今日は忍者GOのドラゴンをロボットに組み替えてみました。フィグ乗りロボットではなくシンプルなロボットです。両腕にオレンジ色のビームサーベルをつけていて、シュッとしたスタイリッシュなロボットを作ってみました。まずは各部位の紹介をしていきましょう。まずは頭、結構シンプルな作りですね。このさっきも言いましたが、いいパーツが入っててツインアイにすることができました。これで見えるかな、オレンジ色の目が光ってます。この角があるだけでかっこよさがぐっと増しましたね。綺麗な形にできた気がします。このパーツとこの縦の五角形タイル、この組み合わせいいなと思ったので、今後自分が作るロボットにも使っていきたいなと思います。ボールジョイントでつながっているので、右左に向けることができます。今回上向きに顔を向けるのがこの程度になってます。構造上ね、これ以上は上がりません。次は胸部、ミニフィグ乗ってるぐらいの厚みがあるんですけれども、今回は入れられませんでした。本当は入れたかったんですけどね。ここの赤い部分が排気塔的な部分でイメージしてます。で、後ろ側ブースターがついております。クリップでくっついてるので、こういう風に、ね、角度も変えられます。で、ここにもウェッジパーツとプレートが使われてて、シュッとしてますね。で、最近よく使うビームサーベル、忍者GOのこのゲームの世界のセットによく入ってるパーツなんですけれども、これがあるだけで見栄えが良くなりますね。で、ここエクソフォースという商品で入ってた関節 でこれが、まあ、ドラゴン、忍者GOのドラゴンとかクリエイターシリーズによく使われてます。カチカチと動くので触ってて気持ちいいです。で、ここ結構くるくる回っちゃうので、それ防止のためにちっちゃい、槍の先端のパーツつけてます。肩関節は大きいボールジョイント使ってるので、前後上下動かせます。この肩の付け方はもう変えられない気がします。オリジナルロボットでもこの付け方採用してて、こう前にも動かせるのですごく便利なんです。腰も回せます。股関節、ここも逆ウェッジ採用してます。後ろはこんな感じです。ここにも大きいボールジョイント使ってるので、いろんな方向に動かすことができます。膝には、肘にも使っているこのエクソ関節を採用してます。シュッとした高機動タイプのロボットを作りたかったので、足先はもう細く、ここもボールジョイント使っていろんな角度揃えられるようにしています。色は黒と、あとダークターコイズとか、あとオレンジ赤のクリアパーツが入ってて、なかなかヒール役っぽい配色で構成されてます。この後各部位の作り方を紹介していきますので、ぜひそちらもご覧ください。
それでは合体させていきましょう。まずは下半身から、この足のボールジョイントの部分にはめます。左足もはめましょう。そしたらここの部分に合体、反対側も合体。さあ次はこの胴体をこのペグにはめて、このボールジョイントをここにくっつけます。右腕もよいしょ。背中のこのウェッジプレートの部分にこのクリップの部分つけます。角度を調整して、最後このボールジョイントの部分に、この灰色のボールジョイントの受ける部分を横からスライド取っちゃっていいか、よいしょ、つけて合体させると、71713エンパイアドラゴンの組み替えロボット完成です。今回の71713のセットは結構大きいドラゴンのモデルができるんですけれども、パーツが意外と少なくてちょっと作るの大変でした。関節はしっかりついてるので大きさある程度出せたのかなと思います。 AI で動く凶悪なロボット、そんなイメージで作ってみました。このロボットの特徴は両腕のビームサーベル。最近このパーツたくさん触ってる気がします。オリジナルロボットでも使いましたね。いろんなところを稼働するので、こんなポーズをさせることもできます。いかがでしたでしょうか。今回は忍者号71713を組み替えてロボットを作りました。結構お手頃な価格のセットなので、ある程度の大きさのロボットを今回作ることができました。皆さんもぜひ71713を買ってみて、オリジナルでロボットを作ってみてください。よかったら僕が作ったこのロボットも挑戦してもらえると嬉しいです。今後もオリジナルのロボットや組み替え作品、レゴの作品を載せていきますので、チャンネル登録お願いいたします。それではバイバーイ。